はい、こんにちは、のべ本店ののべです。今日はですね、大人女子のバッサリカットイメチェンを見ていただこうと思います。そして一般消費者であるあなたがですね、一体のぶさんってバッサリイメチェンするときどんなことを考えながらやってるのか、このことを知っていただこうと思います。まずはビフォーの状態見てもらいましょう。ドン。今回のゲストはですね、ゆきちゃん40歳大人女子でございます。のぶさんのところね、なかなか都合で来れなくって、超久しぶり、1年ぶりだったかな。かなり伸びちゃってるよね。これを今日はのぶさんが完全お任せでバッサリカットイメチェンをしちゃうと、そういったわけなんですが、気になる仕上がりがこちら。ドン。はい、すっかり別人のようになっております。もちろんオーダーは全くなし、のぶさんに全て委ねます。こういった流れで施術させてもらったわけね。今日はこの後施術のシーンをサクッとほんの数分見ていただきます。そしてその施術シーンの後、こののぶさんはお任せでバッサリイメチェンするとき何を考えているのか、これについて詳しく解説しようと思います。はじめに言っておきますが、決して神のお告げとかね、インスピレーションが降って湧いてくる、そういったお話ではございません。センスとか感性とかそんなもんじゃないのね。プロとしてちゃんと理論立てて考えているんです。今日はその辺のところを余すところなくお伝えしようと思います。もちろんこれ理容師さん美容師さんだけに当てはまるお話ではなくて、きっとあなたがですね、大人女子として今よりさらに可愛さをググッとアップするためにめちゃくちゃ役立つ考え方だと思いますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。ちなみに今日のおまけコーナーはのぶキャットだよ。では行ってみよう。では解説します。まずはね、さっきも見てもらったんだけど、改めて動画でこのビフォーの状態ね、かなり伸び伸びになっちゃってるなーっていう感じはすると思うんだよね。正面から見ると特にね、ちょっとまあ残念な感じになっちゃってるかなとのぶさんは思っております。そしてまあザクッとね、カットのシーンを見てもらいますが、ちょっとここで、ごめんなさい。撮影がうまくいってなくてですね、カットの一部始終が、お見せできないというか、見せたかったんだけど撮れてなかったというハプニングが起こりましたので、濡れた状態でカットした後にこうして今乾かしてる状態を見てもらってます。この後乾かした状態でもさらにカットするからね。この時にいつもと違う撮影方法で撮っております。もし前回の動画見てくれたって方はですね、あの時のぶさん帽子のところに GoPro がくっついたカメラというか撮影方法でやってたんだけど、今回またねちょっとそれとは違う方法で撮っております。そのお話もちょっとこの後したいと思うんですが、本当の今日の、見どころというかね、今日ご覧いただいた方に知ってほしいお話はこの施術シーンの後にあります。これはもうカラーリングも終わっちゃって、最後の仕上げだね。いつもの通りです。ドライヤーでバババッと乱暴に乾かしてですね、あとはワックスつけるだけという。でももうさっきのビフォーを見てもらった時のゆきちゃんとは別人のようになってると思います。これどうやってのぶさんが頭の中で組み立ててこのスタイルが出来上がったのかを見ていただこうと思います。はい、かわいいルンルンです。大満足のゆきちゃんでした。ということでご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。ゆきちゃんめちゃくちゃ可愛くなっちゃっておりました。これね、完全お任せでバッサリカットイメチェンをしたわけなんだけど、この時のぶさんがどんなことを考えていたのか、今からしっかりと解説しちゃいたいと思います。もちろん今からお話しする話はですね、今回のゆきちゃんに限ったことではなくって、基本のぶさんの仕事のもう8割から9割、よほど具体的なオーダーね、髪型の
こうしてくださいと画像でも見せられた時以外はですね、大体この感覚でカットをしております。では説明します。のぶさんがお任せされた時に一番最初にチェックする項目、それはファッションのテイストです。はい、ファッションのテイスト、つまりですね、お洋服の好みというのかな、なんていうのか、お洋服の傾向というのかな、ジャンルというのかな、その人がどういう人なのかというのはお洋服の全体像を見ると一番よくわかるんじゃないかなと思ってるのね。逆に言うとお洋服を選ぶね、あなたが買うとか今日着るものを選ぶというのは、私ってこういう人間ですよっていうことをアピールするための潜在的な気持ちが現れているとノブさんは理解してるわけね。もちろんこういうお洋服が可愛いなと思って買ってるんだけど、その奥にはこれが私を表現するにはぴったりだわという気持ちがあるんだと、ノブさんはそういうふうに理解してるわけ。つまりだね、ヘアを考える上でですね、そこに合わないとどんなに上手なカットでもどんなにおしゃれなヘアスタイルでも全体像に合わなかったら台無し。これがノブさんの一番根底にある考え方なのね。分かりやすい例で言うとですね、スポーツジムに通う時に、自分のお気に入りのスポーツウェア、ね、トレーニングウェアを着てます。そこにダイヤモンドの指輪つけてたら全身のトータルで見た時似合うかね。やっぱりおかしいよね。じゃあ他にもね、アルマーニのスーツを着てるのに足元はナイキのスニーカーでした。これトータルで見た時にどうなんだろうね。もちろんね、むちゃくちゃおしゃれの上級者がわざと外してそういったことをするっていうことはあるのかもしれないんだけど、ノブさんのところに来てくれるゲストのほとんどはですね、別にモデルさんでもなければ女優さんでもございません。普通の方、普通の人ね、一般的な女性が来てくれるわけ。その人たちが、私ってこういう人間ですよと、心の根底にある声にならない声を聞き取って、ノブさんはそこにヘアをマッチしていく、こういった考え方なのね。そして次、素材に無理をしないということね。髪をバッサリ切って大幅にヘアスタイルを変えるときにですね、翌日からその人ができなくなっちゃったらどうにもならないんだよね。何にも意味がなくなっちゃう。そもそもこのノブさんはですね、洗って乾かすだけであなたがやっても今日と同じ、なんならノブさんがやったよりもっと可愛くなるじゃん。そういったことをカットで目指しています。それにはですね、そのゲストが持っている素材、つまり髪質や生え癖、骨格なんかもそうだよね。それに無理をしちゃうと再現性が下がってしまう。つまり翌日からその人が手に負えない髪型になってしまう。これがね、ノブさん的には NG だなと思ってるわけね。もう一度言うよ、洗って乾かすだけでいい感じにしようと思ったら、その人の持っている髪質や生え癖や骨格に無理をしてはいけない、こういうことね。なのでバッサリカットしてイメチェンするときというのは、その人が持っている素材を生かすように、そういった髪型を提供するように心がけております。そして次、ちょっぴりおしゃれ感を加える。これもね、すごく大事だと思うね。最初に挙げた2つ、その人のファッションのテイストに合わせるということと、素材に無理をしないということに全てつながってはくるんだけど、その範囲の中でものすごくナチュラルにその人に馴染んでいる。これは大前提なんだけど、ほんのちょっとのおしゃれ感、ね、今回のゆきちゃんで言うと、来た時あんだけぺったりしてたのが、彼女のくせ毛を生かしたヘアスタイルにすることによってふんわりしてます。さらにだね、アシンメトリーになってるね。ノブさんはこのアシンメトリーというのをむちゃくちゃ対応します。はい、見た人がちょっとした違和感というのかな、引っかかりというのかな、そこがあ、おしゃれだねと思われるように、そのさじ加減にむちゃくちゃ気を使うというわけね。超こだわってるわけよ。とはいえ別にアシンメトリーにすれば何でもおしゃれになるかってそんなことはないんだけど、ノブさんのそのさじ加減が腕の見せ所だと自負しております。でさらに言うとだね、その人のライフスタイルというのかな、普段の日常生活に無理をしないというのもあるね。例えばちっちゃなお子様がいて髪に時間がかけられないとか、こういった職種なんでこういうふうに見られたいとか、最近こういったお悩みを抱えているとか、その人のライフスタイルね、髪型云々だけではなくって、それ以外の要因をどんどんそこにぶち込んでいく。今回のゆきちゃんの場合はですね、次の予約のぶやで取れておりません、残念ながら。なのでカラーリングね、あんまり張り切ってやっちゃうと伸びてきた時の境目がものすごく気になるようになっちゃう。なので、あんまり張り切って明るくしなかったのね。ここら辺もだね、いかにこちら側がコントロールしてあげるかということをしっかりとお任せというオーダーの中にも盛り込んでいく、これがノブさんのこだわりね。そして最後の最後の方に、やっとここで輪郭とかね、いろんなその細かなパーツに対する見合わせというのが出てきます。世間一般の美容業界の似合う似合わないというのはですね、とかく下膨れだとこうしましょうとか、
エラが張ってたらこうしましょうとか、おもながだとこう、丸顔だとこう、そういった感じで輪郭に対して、つまり骨格ね、顔の骨格に対して似合う似合わない、こういったことばっかりが語られているようにノブさん思うのね。でも先に挙げたようにですね、ノブさんの場合は全体像からだんだん絞っていく、こういった考え方でお任せのオーダーを受けております。なのでこの手順をたどっていくとね、ノブさんの経験上必ずその人にしっくりくる部屋になると、こういったことになってるわけね。じゃあこれ、一般の女性がですね、ね、あなたは別に誰かの髪を切らないからこんなこと知っててもしょうがないよね。でも例えばお洋服を買う、アクセサリーを買う、さらに言うとメイクなんかもそうだと思うね、ネイルとかもそう、これが美容師側がね、この人をどんなヘアスタイルにしようかな、髪型だけ独立して考えてはいけないとノブさん思ってるわけなんだけど、あなたも何か自分を素敵に見せるためのアイテムというのはそれ単品で独立してたらダメですよ、これが言いたいのね。さっきのね例え話に出てきたんだけど、トレーニングウェアなのにダイヤモンドの指輪とかおかしいでしょ、アルマーニのスーツなのにナイキのスニーカー、なかなか合わないよね。こういった感じであなたの全体像と髪型別々で考えちゃダメなのよ、別々で考えちゃダメなのよ。この髪型今流行ってるからやりたいなとか、この髪型がおしゃれそうに見えるからやりたいなではなくって、あなたの全体でトータルで考えていく、これねめちゃくちゃ大事です。だからまあね、自分が髪型をねイメチェンしたいなと思った時にはですね、髪の毛だけが写っている写真やなんかをねいくら選んでもなかなかやってみたけどしっくりこなかったってことになっちゃうわけね。なのでノブさんのおすすめとしては、髪型の画像をインターネットで検索するというよりは全身が写っている画像ね、まあ分かりやすく言うとファッション雑誌なんかそうだと思うんだけど、ファッション雑誌というのは必ずファッションのテイストによって細かな分類がされてるよね。私こういう系統が好きだわというのを見つけるのがものすごく簡単だと思う。そうするとそのページを開いた時には必ずモデルさんの全身像が写っていて、ファッションのテイストというのがよく分かるよね。それと髪型がマッチしているのかというのは誰が考えてもすごく分かりやすいと思う。ただそういう視点が今までなかっただけだと思うんだよね。なので今回の動画見てね、なるほどと思ってくれた方はですね、これから髪型イメチェンしたいなと、まあそうじゃなくても美容室に行って髪型をオーダーしなければいけない、こういった時にですね、髪型のことだけを考えるのではなくて、自分自身の全体像、見た目ももちろんそうなんだけど、私というのはこういう人間なんです、こういうふうに見られたいんです、ね、こういったことを考えた上で髪型を考えていく、これが超おすすめなんです。今回のゆきちゃんのお話もね、まさにノブさんがその全てを動員してトータルでゆきちゃんを可愛くする、こんな風に考えて施術をさせてもらった一例でした。ちなみに、施術シーンの中でもね、撮影のことちょっとお話したんだけど、前回の動画ではですね、ノブさんこんな帽子をかぶってたね。ここに GoPro というね、 GoPro こんなカメラを取り付けて撮影してみたの。そしたら前回ね、このカメラの角度があんまりよろしくなくって、なんか手元が上の方に行き過ぎていたり下の方に行き過ぎていたり、ちょっとイマイチだったなと思って、そこでノブさん考えました。新しいアイテム、こちらです。じゃーん、これね何かっていうと、まだちょっと不慣れなんだけど、今回のゆきちゃんの撮影するときにはこれでやりました。ゆきちゃんはですね、今回お友達3人で来てくれたんでね、ちょっと撮影に協力してくれよなんつって、みんなにお手伝いしてもらえながら、ノブさんこういうのあんま得意じゃないからな、これどうするかっていうと、確かこうなってこうなってこんな感じだったと思ったな、確か、あそうだね、そうそう、こんな感じ。施術シーンもう一回ね、後で見てもらうと分かると思う、ここなって、ここに GoPro つけてたのね、なのでこれまで帽子で、撮影した時に比べるとトンチンカンなところを映しちゃうっていうことがなくなったはいいんだけど、どうも今回カットの一部始終をお見せできなかったのは録画ボタンが押せてなかったという、こういったボンミスでした、すいません。ただね今回ねこれ、かなり使えるなとは思ったね、今までの帽子に比べれば施術シーンを撮るにはすごく向いてるなと思ったんで、今後またこれでね少し撮っていこうかなと思っております。てな感じで、大人女子のあなたがですね、これから髪型を変える時だけではなくって、ファッションを考える時に取り入れられる考え方、お伝えさせていただきました。参考になれば幸いです。現場からは以上です。
ということで、ここからはおまけコーナーのぶキャットのお時間です。このノブキャットのコーナーはですね、ノブさん家にいる4匹の猫をご紹介するという、誰の何の役にも立たないという、そういったコーナーなんですが、ぜひともお付き合いください。今日ご紹介するのはですね、毎度割と出演率が多いな、うちにいる4匹の一番上からテンちゃん、トラくん、カイくん、リンくんっていうね、この順番なんだけど、この下2匹ね、カイくん、リンくん、まだ年が若いので無邪気に遊ぶわけだから絵になりやすいので、ついついね、このノブキャットのコーナーで紹介しがちなんですが、今日はこの下のカイくんとリンくん見ていただこうと思います。2匹がめちゃくちゃじゃれ合ってるシーンなんですが、いつもは大体ね、ノブさんがナレーションを入れてね、2人の様子を解説したりなんかするんだけど、今日はですね、編集の赤津にお願いしてBGM と効果音で、面白おかしく編集してもらいました。ぜひともご覧ください。では VTR スタート。ということで、なかなかね、2匹の動き、気持ちというのかな、その辺がこの BGM と効果音によってですね、非常に表現されてたんじゃないかなと思います。てな感じで、今日のノブキャットのお時間は以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。ライブの告知させていただきます。2月20日夜9時半からライブ配信を行います。このチャンネルの編集&音楽担当の赤津と、そしてノブさん、さらにですね、毎度このライブ配信見ていただいている方にはおなじみのゲストもやってきます。さらに今回初登場のあのゲストもやってきますので、どうぞお楽しみに。今のうちにスケジュールのチェックをよろしくお願いいたします。それとですね、前回のライブ配信ではですね、優しい優しい視聴者さんが送ってくれたお酒を飲みながら、みんなでワイ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 めちゃくちゃ楽しく放送させていただきましたが、今回も心優しき視聴者さんが自分の町の地酒を送ってくれるということを我々めちゃくちゃ期待しております。のぶさん、おねだり系 YouTuber を実証しておりますので、プレゼント送ってもらえるの大変楽しみにしております。その際はですね、ぜひともあなたのお手紙も添えていただけるとのぶさん非常に喜びます。待ってます。ってな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた土曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。チョキでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK ありがとう。ワンツースリー。